富士山離れ傘レンズ雲は、県石雲、鉱石雲、漱石雲に見られる雲種の一つ。突レンズのような形をした特徴的な雲。県石雲の場合は、レンズ上間石雲、鉱石雲の場合は、レンズ上鉱石雲、漱石雲の場合は、レンズ上漱石雲とも呼ばれる。筑波山にできた傘雲学術名ランティキアラリスは、ラテン語で、小さなひや豆を意味する。レントルは、 レンズの語源となった言葉であり、レンチキラーは英語でレンズ状のを意味する。山や山脈において風と地形の影響によって山頂付近を湿った空気が昇る際に断熱冷却されてできる。笠雲、笠雲などはこの山のてっぺんにできるレンズ雲を指す呼び名である。また山から離れた場所でも発生する。これは山岳波が原因である。風が山を越えた際に その上下運動が波となって減衰しながらも型を保ったまま風下側に流れ低在波となって山と同じ作用を及ぼす。吊るし雲と呼ばれることが多いほか、ロール雲、ローター雲、き雲などとも呼ばれる。山岳波は上空に向かって上昇することも多く、山の高さよりも高いところにできることがある。また、山の高さ付近を伝わる。 三角波の振動が上空の気流にも影響して上空に別のレンズ雲が現れ時に二重のレンズ雲になることもあるこの上空の雲だけを指す故障としてレンズ雲を用いる場合もある上空の風が強い時に発生することが多い多くの場合風が強く吹く前兆あるいは天候が悪化する前兆だとされるがこれは強風がやってくる時は上空から現れやすいことや 低気圧や前線といった悪天候の要因に伴って強風が吹くことが多い。ことからも理屈が通る。世界各地でも悪天候を知らせる観天暴気の一つとして知られている。ただ、同一地点のレンズ雲でも様々な形があり、中には好天の前兆とされているものもある。また、数十分数時間持続することが多い。傘雲や吊るし雲などは、 乱気流の原因となる山岳波を視覚的に見ることができる数少ない証拠となる。そのため、航空分野でも危険な雲として知られている。レンズ雲の多くは、雲の実種分類では鉱石雲にあたる。石雲の足とされるが、石雲ではなく、石雲のような構造をした雲である。傘雲、傘雲などは、レンズ雲である。また、石雲や石乱雲の頂上部にできる、ズッキングやベール雲には、 レンズ雲と似たものもあるが異なる。分類の雲である。ありがとうございます。